選手船尾、運用丸は日本の船舶であり、漁業練習船及び漁業調査船として使用された三本マストの小船である。1909年5月から1929年8月まで20年間に、渡たり36回の航海を行うとともに、捕鯨実習をはじめ、漁業調査、学生実習、漁労技術、漁具開発等に貢献をし、漁獲物処理では、 戦場でのカニ缶詰製造に成功し、後の大型カニ光線の先駆けとなった。1962年に東京海洋大学品川キャンパスに移設され、1998年12月11日に国の登録有形文化財として登録された。東京水産大の前身である農商務省水産、公衆所の初代練習船、海高丸が、 韓国継承北道を向かい批判にて難破したため、1909年に大阪鉄工所桜島造船所で2代目練習船として運用丸が建造された。南北の海に計36時の航海を行った米国式遠洋捕鯨船バーコ型帆船でカムチャッカ漁場開拓とカニ光船事業の開発に活躍した。 1923年の関東大震災発生時、運用丸は月島三号岸壁に停泊していた。原則に漂流してくる焼け船からの累傷を防ぎつつ、戦場に降り注ぐ火の塊を消しながら、市民504人を救助した。1926年に、高船組合とカムチャッカ東岸でカニ刺し網漁業及び、缶詰製造試験を行い、 東カムチャッカ沖合魚場開発の端緒を開いた。1928年、白鷹丸にバトンを渡し、現役おしりぞき敗戦となった。1932年に、船内の一部を補修改装して、相反訓練船として、再び活用されることとなった。相反実習は、戦時中まで続けられた。1962年に、 東京水産大学70周年記念事業の一環として、越中島から現在の品川校舎に移設され、1969年から1970年にかけて復元整備事業が行われ、大学校内に復元された。1998年12月11日に国の登録有形文化財に登録された。建造当時一世を風靡し世界の海を駆け巡った。 パーク型米国式捕鯨船をかたどった船であり、この方としては現存する最後の一席である。国産構成船舶としては現存最古である。2012年時点で羽田モノレールや首都高羽田線や敷地のすぐ外側の運河沿いの遊歩道から望むことができる。昭和45年の本格的な修復工事後に行われてきた補修工事が 平成7年以降行われておらず、点検調査の結果、各所の痛みが激しくなってきており、早急な補修が必要であることが判明した。2012年2月から2014年3月の期間で3000万円を目標に東京海洋大学が修復費用の募金活動を行っている。所在地は陸上である。東京海洋大学品川キャンパスの構内の南東部、 敷地内の天王洲アイル側の天王洲運河の天王洲水門付近。ありがとうございます。